上方面配達終わりました。はい、ご苦労さん。じゃあ次城南地区行ってくれ。ちょっとそれちょっと約束違うじゃないですか。おつらあれ次50万も持っといて何ガタガタ抜かすのじ。いや新人のうちはそのぐらい働いてもらわんとな。入社したら楽して仕事できるって言ったじゃないですか。いや楽になりたいんかい。はい、楽したいか。はい。そしたらお前の下に新人をもう一人入れるこっちゃな。新人って一体誰入れるんですか。うん、いいとこにカモがネギしょってやってきたで。ほっけほっほ寄せてほっほえんで。あっ先輩誠治。ほら誘ったれや。いやそれは早いかんかい。先輩どうもお久しぶりです。おどうだ、はい、コアラ便の仕事は楽か。うん、いやそれはもう最高ですよ。楽しくて仕方ないっすよ。何本当か。もうこんなんでお金もらっていいのかなっていうぐらいっすよ。もういらないっていうのに金くれるんですから、そんなシステムがあんのか。あるんですよ。いいなそれ。先輩も入りましょうよ。いや俺はいいよ。いや入りましょうよ。いいって。いや入ってよ。俺はいいんだよ。入れよ。じゃないと俺が苦しん苦しい。政治が苦しい。いやそんな。分かった、俺が入ったら楽になるんだな。いやよし入るよ先輩。よし話はまとまったようやな。早速本社契約しに行こうやないか。うん、これからもよろしくな政治。先輩ぬれーぷっしー。何するんですか。何するんですか。喜べた喜べた先輩ぬれー。あんたもフラフラしてるじゃないですか。お前らの関係をはっきりさせなあかんで。なんすか。お前は後輩や。だからなんなんだだからなんなんだ。政治先輩と呼ばんぐらい。いやそれはインスタントリーブルーゾーバラバラバラ。なんすか。ほら言わんぐらい言わんぐらい。政治先輩。よしそしたらお前はなんやと言うんや。いやそんな言えよ。ほら何や。よし、これいやっちゅうほど繰り返したらええに。よっしゃ行くぜ。いやっちゅうほどいやっちゅうほど政治先輩政治先輩何や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 。少しでも匂いがついてちゃ家に帰って困るもんね。おいおい意地悪言うなよ。今夜朝まで一緒にいられるから。本当？ああ出張だって言ってあるから。悪い人。喉渇いたね。シャンパンでも飲もうか。うん。もしもし823号室だけど。お前ごめんなさい遅くなって。何やってんだ。誰。私の部下だ。はじめましてこんにちは、マスター彦助です。ごめんなさい今頃になって。彦助どうしたんだ。この前部長さんに頼まれて撮った写真なかなかプリントして渡すことができなくて本当に申し訳ありませんでした。それならいいよ、別に急いでるわけじゃないし。でも一刻も早くどんな写真が撮れたのか部長は見たいと思ってると思い、そして僕も見てほしいと思いここにやってきました。そのためにわざわざ来たのか。すいません今頃になって息子さんの運動会の写真あんなによく撮れたのに。おいそんな話はいいよ。お前それより見てみろこの壁、もう突き破って出てきたんだぞ。あなたお名前は。咲子です。咲子さん見てくださいこの写真よく撮れてるでしょ。おい彦助、こんな仲の良さそうな家族そうそういないですよね。そう思います。そ
そうですね。僕もシャッターを切りながら、ああいつかこんな家族を持ちたいなとつくづく思いました。家族がいるって本当に幸せだなって思いました。彦助ありがとう。本当にもう分かったから。ああなんだかまたいい写真撮りたくなってきた。あお二人の写真撮りましょう。いいよ、記念になりますから。いいって。うん、いいわ、ぜひ撮ってください。幸せそうなツーショットを。じゃあその窓辺に立ってください。部長もそこの窓辺に立ってください。いいよいいよ、お願いします。じゃあ撮りますよ。あすごくいい笑顔だ。さあ部長も笑って笑って笑って、はいチーズ、撮れた。あすごい素晴らしい写真だ。早速プリントしてこなきゃ。じゃあ失礼します。僕は大丈夫です。なんなんだあいつ、ここ8階だぞ。今の写真誰かが見たらどうなるかな。ひこすけ。今度は口じゃなくて向こうの画面の表情を合わせてみよう。はい、もう一回やっていいんですか。口を合わせるということは反射神経を持っていれば誰でもできることだから。はーい。印象悪いじゃん。よろしくお願いします。お願いします。はい、もう一回撮ろう。はい、技術で、技術で戦いましょうよ、お互い。もう二度と会えないと思うわ。声優としてさらに高いレベルの演技が要求される。あなたみたいに二人はそれに応えられるのか。素敵な男は初めて。いや腕のせいじゃないわよ。失礼ね、今のはちょっと運が悪かったの。じゃあそういうことにしておきましょう。はいはい、了解しました。ありがとうございます。続いて緊張気味の宇戸藤崎。はあ、いけないと分かっていてどうしてもあなたを抱きしめたかったの。いや、またいつでもどうぞ。もう二度と会えないと思うわ。だから言うけれど、待って。あ、ねえ、ダメよ。ダメよ。ダメよ。すいません、もう一回お願いします。本当にすいません、本当に緊張してダメよ。はすいません、本当にお笑いとして嫉妬するよ。自分でね、やってみようという精神は非常に前向きでいいんだけどね。でも分かりました。もう分かったって。いけないと分かっていてどうしてもあなたが抱きしめたかったの。いや、またいつでもどうぞ。もう二度と会えないと思うわ。待って。なあ、このままやったら別れられへんよ。財布返して。今すぐ解散と韓国にぶち込むぞ。くそ。おいおい、俺に当たるなよ。君の腕がまずいんだからさ。腕のせいじゃないわよ、失礼。今のはちょっと運が悪かったの。じゃあそういうとこ。じゃあそこ。監督頭抱えてる。あれどうした。謝ってこいよ。すいませんでした。監督泣いてる。監督泣いてる。うちの子がすいませんでした。我々は日本語版を作ろうと思ってる。謝れ。あなた方の遊びに付き合ってられないから次。ダメだってよ。うわあ、そうか。はい、では準備よければどうぞ。はい、お願いします。いけないと分かっていてどうしてもあなたを抱きしめたかったの。いや、またいつでもどうぞ。もう二度と会えないと思うわ。おいおい、俺に当たるなよ。君の腕がまずいんだろ。腕のせいじゃないわよ、失礼ね。今のはちょっと、ね。だってこれ今オーディションやってるんだからね、はい、自分で自分の力を見てくれって言ってるんでしょ。そんな簡単なもんじゃないんだから、アテレコっていうのは。はい、
はい、わかりました。おいおい、俺に当たるなよ。張り詰めた空気の中、部員たちは声優としてできる限りの演技を続ける。財布返して。そしてオーディションは終了した。監督にぶち込むぞ。監督による厳しい審査検討。果たして主役の座を勝ち取ることができるのか。運命の結果発表。